皆さんこんにちは。ゴールドコースト散歩熱血ガイドのまさこです。お家にいながら旅気分。今日のテーマはこれです。最新のおすすめエリアをご紹介。というわけでですね、今日私はお天気もいいですね、最高のお天気の中、ホームオブディアーツホタと呼ばれる場所に来ているんですね。ここはすぐ近く観光の中心、サーファーズパラダイスの町からは運河を挟んだ対岸のエリアなんです。はい、このホームオブディアーツホタなんですけれども、ホームオブディアーツというぐらいですから芸術の中心になっている場所なんですね。映画が見れるシアターがあったり、コンサートが開催されるようなね、コンサート会場があったりとか、そういう場所なんですけれども、実は今年の5月にですね、新しくアートギャラリーが新設をされまして、最新スポットにグググググンとね、有名スポットとしてこれからなってくるかなというところなんで、今日はここをご紹介したいと思っております。そしてですね、そのこのホームオブディアーツを最新スポットとして皆様におすすめしたいポイントが3つあるんですよ。ポイントその1、気軽にお手軽に来れる場所だということです。はい、ポイントその2、綺麗な景色が楽しめるんですよ。そしてポイント3、美味しい食事、そしてまさこの大好きなお酒も楽しめる場所なんです。はい、まずそのね、ポイントその1、お気軽にお手軽にここまで来れるということだったんですが、サーファーズパラダイスの街から運河を挟んですぐお隣ではあるものの、今まではですね、ここまで来るのに歩くと30分40分小1時間かかってしまう、バスも交通の便が悪かったということでなかなかご紹介できなかった場所なんですけれども、実はつい最近になって新しく橋が架けられました。それから新しく水上交通システムであるホポ、これ以前にもこの番組でご紹介してるんです。ホポも、運行するようになりましたので、今だったらお散歩で新しい橋を渡って、そうですね、20分25分程度のお散歩で来れるようになりました。それから水上バスホポを使ってもらったら10分足らずでここまで来れるようになった。だからお手軽に最新スポットに来れるようになった。それがポイントその1です。ポイントその2、綺麗な景色が楽しめるということなんですが、ここは芸術の中心、アートセンターもね、アートギャラリーも新しく作られました。なので芸術が嫌いな、ね、あんまり興味ないわっていう方はじゃあ楽しめないのかなっていうと、決してそういうわけじゃありません。ここにはサーファーズパラダイスやゴールドコーストのエリアの景色を一望できるポイントも何箇所もあるんです。そしてここ自体が公園にもなってますから、小さなお子様連れでもちょっとした水遊びをしていただく場所、それから芝生でのんびりくつろぎながらちょっとドリンクを楽しんでなんていう場所、そういうところもあるんです。なので景色や雰囲気もここで楽しめます。はい、そしてその3、お食事になりますね。お腹が空いたらやっぱり何か食べたいよね。しかもせっかく海外旅行に来たんだから地元のものを食べたいじゃないですか。新しくできたアートギャラリーでは新しくレストランも併設されております。そしてルーフトップバー、展望エリアに併設したバーもあるんです。レストランではアートギャラリーで見られるアートにちなんだようなお料理も提供しているようですし、それから何といっても地元の食材を使ったお料理というのを提供してますので、オージー料理というのを楽しんでもらえます。ルーフトップバーではもちろんまさこも大好きビールもワインも、オーストラリアはいいですよね、いつ飲んでも美味しいです。それを楽しみながら絶景を見れる、最高です。はい、そしてそれだけではなく、今日はですね、この番組の後半にまさこだけが知っているとっておきの場所、このホタにあるんですよ。そこをご紹介したいと思ってますので最後まで見てくださいね。それでは早速このホタをみんなでお散歩してみましょう。行ってみよう。ということで今回のテーマはゴールドコーストの最新おすすめエリア、ホームオブジアーツホタ。景色やアートを楽しんだり美味しいビールが飲めるということで、ぜひ旅のプランに検討したいものです。
また現地ガイドまさこさんだけが知っているとっておき情報が何なのか楽しみですね。はい、ご覧いただいているこの後ろにある橋、これがですね、この運河を渡るのに非常に便利になったんですよ。これのおかげでサーファーズパラダイスの町からは本当お散歩気分で気軽に来れるようになりました。大体ですが歩いて20分25分ぐらいのゆったりお散歩で来れると思います。橋はですね、お隣の島シェブロンアイランドというところからこちらのホタに渡るようになります。はい、もう一つのね、お気軽交通手段というのが以前にもご紹介しましたけど、ゴールドコーストの新しい水上交通システムであるホポですね、水上バスです。水上バスはお隣サーファーズパラダイスを始発としまして、すぐ次の停留所というのがこのホタになってますから、時間にしたらそうですね、10分かからないです。5分くらいでもうピュッと到着しちゃいます。お手軽ですね。はい、第2のおすすめポイントはゆったりのんびり景色も楽しめるっていうところでしたよね。もうこれはね、実際に皆さんと一緒に今からねお散歩しながらどんなものが見えるのか楽しんでいきたいと思います。行ってみましょう。はい、ちょっとしたねこうお散歩道なんかもちゃんとね舗装されてるし歩きやすいですよね。ご近所の人たちが来るのもありだし、ね、サーファーズパラダイスの街の方からですね、ここめがけて来るもありだし、いろんなゆっくりのんびりの仕方があると思います。ベンチに座ってのんびりするもよし、このね今左側に見えてるこれはちょっとした池なんだけど、これ案外お水きれいですよ。ここで水遊びする人たくさんいます。今ちょうど季節がこちらは冬になってますので、今日はあまりいないですけれども、夏場なんかね、小さいお子さん連れでここで水遊びして、ですぐ近くに無料で使えるシャワーなんかもあるので、そこでジャッとね砂を落として、帰るなんていう人の姿もたくさん見ます。とにかくどこ歩いても景色いいもんね。空も青くて綺麗だしさ、サーファーズパラダイスの街って本当この高層ビル群の感じがねちょうどいいですよね。多すぎず少なすぎず、本当ね青空に映えます。お手洗いまでちょっとおしゃれですよ。これトイレなんだけどさ、ちょっと公衆のお手洗いって皆さん敬遠しがちだと思うけど、オーストラリアって基本的に全体的に公衆のお手洗い綺麗だよね。よく清掃してます。着替え室まであるんで、シャワー室まである。だから水遊びをしてシャワー浴びてなんてこともできるんですね。ほら、手を洗う場所までおしゃれじゃないですか。いいじゃんこのトイレね。こんなとこだったら抵抗なく使ってもらえるんじゃないでしょうか。お、そしておー、綺麗に植物が整えられてますよ。あ、トレイルになってるんだよこれ。登ってみよう。テイクケア。お、鳥たちも遊びに来てる。こんな石段をね登っていくとどんな景色が見られるのでしょうか。いや、綺麗に整えられてますよこれ。そしてね、さりげなく本当にね、こうオーストラリア特有の植物をですねちゃんとあしらっておりますので、亜熱帯雨林のジャングル、世界遺産の森の方に出かけていかないと見られないような植物をここでは植えてますね。苔も蒸してて綺麗。苔もここまで立派に育つと綺麗だな。これぐらいの階段でハーハー言わないようにしようというのが今日のテーマで一生懸命こらえてますが、お、上下に登ってもいい景色が見られそうですよ。ダボさん頑張って殺してます。ちょっといいよここ。綺麗、いいじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って待つよ。いや、ちょっとですね、石段を気軽な立ちで登ってみたらね、思いのほか綺麗な景色が見えるので、ちょっと皆さんも見てみてください。サーファーズパラダイス一望です。 Q1 タワーも見えてね、それぞれの向こう側がね海ですからね、はい、今内陸側からサーファーズパラダイスの街を見てる感じになってます。あ、これはいいな。
メインビーチまで見えるもんね。でほら渡ってくる橋も見えてるし、わお最高。最近ちょっとしたさ段差とかも気をつけなきゃいけないなって思うようになってる自分が嫌だよね。なんかこんな段差ぐらいなんてことないでしょと思うけど、意外とさこう降りるときにさなんか足の筋肉がうまく使えてないじゃん。やっぱさ若いうちに何でもしないとダメやね。どんなおばさんトークや。いいね。綺麗だね。ね。いや。座って遠足だね。そう。サンドイッチ食べたい。本当ですよ。ぜひねサンドイッチのポロポロね落ちたパンくずをね鳥たちがついばむのをストップしないであげてほしいね。それぐらいはね。おっと何これ、すごいすごいすごい、これはアウトドアステージ、アウトドアステージでーす。いいね、ちょっとした催し物ね、屋外コンサートなんかも開催できるような場所なんですけど、ちょっとさこんな人がいないステージなんてなかなかさ立てないじゃん。行ってみようか。ワクワクしちゃうよねこういうの。えい、すごいよ。歌う？俺はジャイアンガキだ一緒。ステージで歌うっつったら俺はジャイアンでしょ。眺めもいいね。いいじゃん。はー、こんな風になってるっていうのはちょっと私も知らなかったな。ここでなんか ね、どんな催し物、やっぱコンサートが多いんかな。でもこんな立派なものを建ててたんだね。すごいねゴールドコースト、すごいわ。でさ、これ観客は観客席なんてなくてさ、芝生なの。この芝生にさ、寝そべりながら、俺はジャイアンを聞けるっていうのはすごいと思うんだよね。はい、さてさて、いよいよですね、真後ろにアートギャラリー。これが今年5月に新設されたという建物なんですよ。外観もすごくカラフルで可愛いでしょ。中でアートを楽しむもよし、そしてレストランやルーフトップバーもあるので、お食事、お飲み物を楽しんでもらうこともできます。ルーフトップバーがね、ちょうど後ろに見えている、あの突き出たところ、あそこから見る景色も最高だと思いますよ。それでは実際に中に入ってみましょう。このアートギャラリーは6階建ての建物で、グランドフロアから4階まで各階にゴールドコースト出身のアーティストの作品や先住民アボリジニの技法を模した絵画などの展示品が並んでいます。入場は無料、ギフトショップやお子様が実際にお絵描きができるキッズギャラリーもあります。はい、それではね、実際に私たちはこのアートギャラリーの中に入ってきてみたわけですね。実際のアートそのものに関しては皆さんもね、本当にここ来た時に自分の目で見てもらいたいなというふうに思うんですが、このアートギャラリーの最上階に今私は来ています。この最上階の部分がルーフトップバーになっていて、展望エリアにもなっているんですね。ここからの景色が見てみたらね、すごいいいですよ。皆さんも見てみますか。ね、こうやって見ていただいて、以前にも Q1 タワーの真正面に見えているのが Q1 タワーで、オーストラリア一高い建物で、あの77階からの展望エリアもすごくいいんですけど、そこから見る景色とこのアートギャラリーの5階のルーフトップバーから見る景色ってこんなに違いがあると私は思わなかったですね。ここの方が上から見下ろしているのに親近感がある、こうなんかこう間近に見て取れる、こういう感覚っていうのがあると思います。この景色も最高にいいよね。はい、というわけでですね、ここまでいろいろお伝えしてきたんですが、皆さん最初の覚えてますか。まさこの隠れ家スポットを後でご紹介しますということをお話ししたんですが、まさこの隠れ家スポットは実はこの指先にあるんですよ。これガイドブックにも全く載ってないんですが、
夜景が綺麗なポイントなんですよ。私ここからの景色はゴールドコースト一の夜景だと思ってるんですが、それが見えるポイントというのがこのホタのエリアにあるんですよ。この夜景が見えるスポットまではシェブロンアイランドからの橋のふもとから左手に運河、右手に池がある小道をサーファーズパラダイスの方へ歩いていった先にあります。この夜景スポットから見える景色というのは今まで私ね、何人かのガイドブックには絶対載ってないんですが、何人かのお客さんにね、ここ実際連れて行ったことがあるんですよ。一番良かったのはプロポーズが成功した場所だったんですよね。もう最高の夜景の中で最高のシチュエーションのプロポーズでしたよね。その隠れ家夜景スポット、ぜひ皆さんも訪れてみてください。すぐそこです。はい、これがねとっておきポイントなんだけど、一番いいのは無風の時に来てもらうんですよ。風がない日、この水面がですね波一つ立たない状態で、サーファーズパラダイスのこの高層ビル群のライトがですね水面に映るんですよ。逆さ富士ならぬ逆さサーファーズパラダイスが水面に見える時があるんで、そんな時に来れたら最高です。サーファーズパラダイスの夜景綺麗そうですね。アートギャラリーも夜にはライトアップされているので、合わせてお散歩しながら見てみたいですね。やっぱこの時間が毎度毎度すいませんね皆さんね、本当にこれが楽しみで生きてますんで。はい、じゃあ今日はホームオブディアーツホタに乾杯ですね。乾杯。うまっ、おいしい。これ地元のやつなんだよね。バーレートゥイステッドパーム、トロピカルペールエール。バーレーっていうのはサーファーズの町から、そうね、車で20分ぐらいですか、15分から20分ぐらいにあるサーフィンで有名な町ですけど、そこのビールだから本当地ビールですね。おいしい、おいしい、綺麗だね。ビールを飲んでいる頃から、はい、もうそのお席からの景色がこれだもん。あの下からのぞ、ね、こうアートギャラリーの建物見てもらった時にね、あの突き出てる部分ですよって言った、その突き出た部分に今座ってる感じですよね。いいね。いつものようにビールを楽しんでるお二人ですが、爽快な景色を見ながらのビールはなおさら美味しさが増しそうです。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。今日のゴールドコースト散歩はゴールドコーストの最新スポットをご紹介ということでお送りをしてきました。ホームオブディアーツホタ、よかったでしょ。ただ単純にサーファーズパラダイスからお手軽お気軽に来れるだけではなくて、ゆったりのんびりもできるし、絶景の景色も見られるし、アートも楽しめて、そしてルーフトップバーではお酒もお食事も楽しめるということで、ぜひ皆様の次のゴールドコースト旅行の旅のプランにここ入れてみてください。ということでね、また綺麗な景色、楽しいことたくさんお送りしていきたいと思いますけれども、今日はここまでにしましょう。それじゃあまたね、バイバーイ。